デビット・シルバーマンは、アメリカ合衆国のアニメーター、映画監督である。テレビアニメ、ザ・シンプソンズ及びその映画版、ザ・シンプソンズ・ムービーの監督として知られる。ニューヨーク州ニューヨーク市で生まれる。メリーランド大学カレッジパーク校で2年間、芸術分野を中心に学んだ。その後は UCLA に通い、アニメーションを専攻した。1982年に、短編アニメ、 ザ・ストレンジ・ケース・オブ・ミスター・ダニー・ブルック、S ・ボーダムで初監督を務める。1989年には、テレビアニメ、ザ・シンプソンズ第1シーズン第1話、シンプソン家のクリスマスの監督を務め、以後、2006年までに同シリーズで32話を監督する。2007年には、映画版である、ザ・シンプソンズ・ムービーの監督を務める。テレビシリーズ監督降板後も、 同シリーズには、コンサルティングプロデューサーとして関わり続けている。2012年、短編映画、ザ・ロンゲスト・デグターで5年ぶりに、ザ・シンプソンズを監督し、アイス・エイジ4・パイレーツ大冒険と、併映された。同作は、第85回アカデミー賞短編アニメ賞に、ノミネートされた。ザ・シンプソンズ以外では、ドリームワークス・アニメーションの、エルドラド・ドーゴンのと、ピクサーの、 モンスターズインクを監督している。ありがとうございます。